少年。なんだか分かんないけど、人生そんなに捨てたもんじゃないぞ。おじさんなんか競馬で負けて今60円しか持ってないけど、頑張って生きてんだ。君が死んだらお父さんお母さんどう思うかな。死ぐ?死ぐ?ああ、そうさ。 死ぬ気になりゃ何だってできるさ。死がねえよ。そっか、空飛ぶんだ。お、そいつはよかった。月にタッチするなんてわけないよ。うんうん、その息だ。I can fly! Yes! You can fly! ここじゃ俺ペコで通ってんだ。あんたも揃えてくれていいよ、学生さん。ああ、ペコな、そんかし、俺が勝ったらちゃんとさんくれろ。ペコさん、そう呼べ。ケンキだっただねえか、お前。 血って鉄の味がすんだぜ。連中の戦じゃねえけど、なんでそんなイスカしてんの。頭きたら怒りゃいいし、おかしきゃ笑えよ。分かった、努力してみる。ねえ、星野はなんで学校サボるの。俺忙しいんだ。猫、 大取られちゃうぞ。オークマン先行ってろ。おう、卓球だよ、知らねえの。ついてこい、俺が教えてやるよ。 相手誰？花垂れ大学生のボンボン卓球さ。部活楽しいか？どこで打っても同じでしょ。それは違うね。